そこの出たとこから返しますの で、 途中の橋梁と踏切越えて、先ほど通過した橋梁と踏切まで行きます。
こちらはドロップピットと呼ばれる設備になります。こちらのドロップピットを使用して薄くなった車輪の交換作業などを実施しております。
こちら三支分岐器と呼ばれるポイントでして、一つの線路を三つの方向へ分けることができる特殊なポイントになっております。狭い中に1両でも多く車を止めたいっていう考えもあって導入されたんだと思います。1番線進路です。31度半。進出よし。まもなく2番線から名古屋方面特急、豊橋行き発車いたします。進路よし。R、はい。進行、進路よし。進路よし。53L、はい。工場から4番線。これはですね、人の力で経験で、電車の進路を設定して、そして、安全に、駅の構内に列車を進入させる作業を行っております。名古屋方面からとか岐阜方面、小牧線から広見線から、また検車場もありますので、いろんなところから電車が入ってきますので、どうしても指導でないと対応できないような、とこの犬山の駅はそんな感じになっております。
きは1番線お越しください。御嶽野の新中方面普通岐阜行き4番線小牧線平安通り3番線を乗り換えです。18分の快速特急信号の前から3分ほど遅れて運転をしております。列車到着までしばらくの間お待ちください。2番線進路よし。まもなく2番線から名古屋方面近郊交互行きに発車いたします。進路よし。関谷です、お願いします。1163、2分で行くでね。はい、お願いします。進出よし。まもなく3番線から小牧線平安通り行き発車いたします。お待たせいたしました。3番線から小牧線平安通り行き発車いたします。